そこで藤原化学では体に優しい自然素材たっぷりの珪藻土壁材をおすすめします。それにのり剤などを加えて作ったのが珪藻土壁材です。珪藻土壁材にはアスベストは含まれていません。バケツの中で珪藻土壁材を水と混ぜます。混ざったら30分以上放置します。そうすると練り始めにあった壁材のダマに水分が染み込み潰れやすくなります。長時間放置する場合はビニール袋やラップなどをかぶせ密封しておきましょう。珪藻土壁材は密封しておけばセメントのように固まることがなく翌日でも使えます。塗る前に残りの水を入れてさらに混ぜます。硬さはマヨネーズくらいの硬さが理想です。まだ硬い場合には水を少し加えて硬さを調整してください。さあそれではいよいよ壁材を塗っていきましょう。今回は台所用スポンジを使って行います。凹凸面で練った壁材を直接すくい取り壁面に塗りつけます。まずは隅や端の部分から先に塗りつけると作業がしやすくなります。スポンジの凹凸面全体を使いぐるぐると円を描くように均一に材料を伸ばします。その際に壁の紙片が薄くなりやすいので少し厚めに塗っておくと良いでしょう。全体の厚さを均一にするための大切なポイントです。作業途中壁材が固めになった場合は少量の水を足して硬さを調整してください。柱と柱の間など一つの面は途中でやめないで一気に仕上げます。